はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。前回ですね、こちらの円卓高校デビューガチャ、バナー確定の30連目まで、引いたところになるんですけれども、まあ、最後にね、40連目 と、50連目、まあ、50連目も、バナー SR 確定になってますので、残り20連ちょっと追いガチャをやろうと思います。ちなみに30連目は、クネビアちゃんだったので、まあ、やっぱりアーサーが欲しいかなというところになりますので、一応確定枠は、引き尽くそうと、思います。というわけで、まあ、特に今回20連だけ引くんでそんな長くないと思うんですけれども、40連目を引いていきたいと思います。ここは SR 以上1枚確定になってます。ほい、前回確定枠以外出なかったんだよね。やっぱり確定枠以外がね、出ないとちょっと悲しいよね。うん、そんなもんですよ。あー、真帆ちゃんか。真帆ちゃんはまあ使いますからね。まあ、やっぱり6股とかね、やるときがあるんで、その時はもう本当に真帆ちゃん必須なんで、まあ、真帆ちゃんのね経験点が高ければ高いほど、いいということになりまして、あとは古永か。古永もあれ今どうなったっけ、古永はプラ5になったのか、で鎌狩りが PSR がプラ4で止まってるので、ちょっと鎌狩りの方が欲しかったのかという感じですね。まあ真帆ちゃんは全然、いいキャラですと。まだプラ5になってないと思うんで、真帆ちゃんそうだよね、プラゴンになってないよね、ちょっと分かんないけど。じゃあ、最後のバナー SR 確定のところで、50連目いきましょう。あ、だからそうか、ここら辺は別に確率アップはしてないから、まあ、なかなか出ないよね。うん、クネビアちゃんか。あれ、そもそもさ PR のモードすら持ってなかったんだ。やっぱりね、クネビアちゃんはね、癖がねありすぎる。本当にクリスマスの、まあクリスマスイベントを自分のやったサクセスでは起こせてませんけど、クリスマスで体力が減るっていうね、これちょっと究極だよね。まあクリスマスで体力が減るんだったら、経験点とかコツとかをさ、もうちょっとなんとか見直してほしいよね。で一応まあ、あのアプリの方では強化はされてるんですけれども、まあ、体力が減るに見合ったものになってるかって言われたらちょっとまあ、微妙なところはありますけれども、まあ円卓で使う分には異物がね、確定になっているので、まあ、それ要因で入れるのは悪くはない。いいかって言われると入れた方がいいとは言えないけど、まあ悪くはないっていう感じですね。まあそんなところでしたので、まあ円卓キャラに関しましてはクネビアちゃんのみでしたというところになります。多分ね、また円卓の作チャレがいつか始まって、でそこはランスロットが多分報酬になるよね。ランスロットがガチャで出てくるかって言われたら、ガチャじゃなくてやっぱり円卓作チャレで報酬になろうと思いますので、まあ、その時はちょっと円卓キャラもし持ってなければお借りします。まあ、円卓自体はね、常設キャラなんで、まあいつか手に入ればいいかなという感じで、まあ集めていきましょう。そんなわけで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。